勝のうち11の KO です。しかも今6連勝中、まあ、右が強い選手です。左、あ、面白いタイミングです。またジャブで下げさせます。チャンピオンの井上、2つジャブ。このジャブは効くな。足出てきましたね。北京さんどうですか。いやもうガードの上からパンチ効いてるんじゃないかというくらい、やっぱりもう体がこう吹き飛ぶようなパンチ力なんだなって感じますね。日本選手このラウンドからまた足も使い始めて、こうリズム取り始めて、はい、ジャブの手数が増えてきましたね。なるほど。真ん中ねじ込むんですよね。鼻血出たんじゃないですか。そうですね、出てますね。中腰も届きません。同じ場所にとどまらない井上、もう一つのステップ、手の動きで後ろ下がらされます。チャレンジャーディパエン、お互いにジャブさしました。ボディ、左見えています。フックはフック出してるんですが、顔は綺麗なまま。井上ボディーだ、効いた、ちょっと嫌がった、嫌がりましたね。右のボディーフックでした。さあガードが少し左下がりましたよ。今度空いた顔面にパンチを集めていきます。井上第3ラウンドに入ってます。ビー、いや当たりません、届きません。見せられたらまた上も当たりやすくなりますからね。まさにそうです。ここもそうです。ボディーだ、今度は出てきましたね、井上選手。左のフェイント、ヒカキンさんも井上が操っているようにちょっと見えますね。いやーもうなんか何も心配がないんじゃないかってぐらいの、うん、足のリズムを使い出し始めてから井上が見えましたね。そうですね、左フック、さあここで決めるか、決めた、一瞬下がったガードも右にねじ込んでいった。さあ残りがまだ55秒あります。ツー顔面ボディ、いやフェイントでした。ガードを固めているディパエンチャレンジャーなんですが、今度は左ボディフック来ましたよ、井上。さあ刺すジャブを2つ3つ、あーすでに顔面が赤くなってきた。あ、ツー、右のストレート、右のフック、顎先だ。ボディ、もうアラー選手休む暇もないですもんね。ですね、ディパエンの攻撃は全く、あ、これ1つ右入れてきた。さあディパエンも右はやっぱり強いようです。ボディアッパー、右のフック、思いっきり右振ってきます。これにかけます。これしかないか。井上選手も攻め中心ですけど、ああいった攻撃しっかりとガードして、うん、打せないところはすごいですね。残り10秒切ります。あ、ここも届いていません。触るだけです。ワンツー、ノーダメージのチャンピオン井上。さあ関根さん、いやすごかったですね。あのステップワーク、うん、ドラゴンへの道でブルース・リーがチャック・ノリスに最初攻撃を食らうんですけども、ローマの闘技場です。そうで倒れた後にステップワーク使うんですよね、はいはい、でそこから一方的な展開になるんですよ。それを思い出しました。まさに世界のスター。